今日は超対策ということですけども、滝野俊太です。はい、最近この日焼けの跡が気になる滝口でございますけども、いろんなとこ行ってますからね。セクシーですよ。ありがとうございますということで、さあ早速いきましょう。今週のテーマはこちら、じゃじゃん、うん、ということで、鈴おきに眠る謎の〇〇ということなんです。謎の〇〇、いやーこれはロマンが広がりますね。このロマンチックな滝口にはぴったりの話題でございますよ。日焼け跡を強調しながら言うのやめてくれ。すいませんでした。まあまあ気になりますよね。はい、気になりますね。気になりますよね。なります、なります。見せてください。わかりました、いきますよ皆さん一緒に。旬だね。鈴市にやってきました。沖合に沈む謎のもの、一体何なんでしょうか。何なんでしょうか。濃いな。陸上から眺めてみたところで答えが見つかるはずもありません。とりあえず地元の方々に聞いてみることに。なんか何か沈んでいるという噂を聞いてやってきたんですけども、そんな話聞いたことありますか。知らんな。全然知らんわね。地元の方も何のことだかさっぱりの様子。何があったら嬉しいですか。そらあなたやっぱりダイヤとかね。宝石とかお金よ。鈴の沖合に沈む謎の物体、一体何があるというのでしょうか。そもそも今回の話、ある人物から石川テレビにかかってきた一本の電話がきっかけでした。そうですか。何でも鈴沖に眠る謎の物体を調査するため、沖縄から石川にやってくるのということなんですね。こうなったら調査の様子を徹底的に取材です。その人物に直接お会いすることに。あ、すいません。はい、杉浦さんですか。はい、よろしくお願いします。この方こそ今回鈴の沖合を調査するため沖縄県からやってきた杉浦武さん。杉浦さんは沖縄でダイビングショップを経営する傍ら、はい、海の底に沈む軍艦や潜水艦、活弾などの調査を行う海底潜石保全調査会の代表でもあります。杉浦さんが鈴に来たということは、うん、鈴沖にも何か戦争に関するものが。その実は戦争の爪痕、特に、旧日本軍の潜水艦が沖合に沈んでるんですよ、実は。鈴沖にもあるんですか。あります。鈴沖に沈んでいると言われているのが、旧日本軍の潜水艦 E122 号。1945年舞鶴から穴水に向けて航行中、魚雷攻撃を受けて沈没した日本海で唯一存在が確認されている戦没船なんです。ただちょっと潜水艦のこのおそらく沈んでるであろうっていうこの位置がね、はい、非常に水深が深いんですよ。早くも断念か。能登半島の本当奥能登っていうんですよね、はい、先端部分ですね。潜水艦はですね、大体この辺りなんですけど、うん、まあ、非常に水深が深いところですね、はい、で、まあ、今回は、こちらのちょっと姫島省に近い方の、まあ、ちょっと浅い方ですね少し、はい、うん、まあ、こちらの方に行ってみようかなと。慈恵漁港の沖合に浮かぶ姫島岩礁、地元の漁師さんに聞いたところ、この周辺の海の底には何か白い影のようなものが沈んでいるというんですよ。そうなんですか。はい、鈴の歴史に詳しいダンプの宿のご主人トネさんからも興味深い話を聞きました。私の先祖というのは、はい、北前船をやってましてね、馬木を積んだ船をですね、船がこの座礁したわけですよね。何でもトネさんの先祖が所有していた北前船が姫島岩礁のすぐ近くで座礁し、うん、大量の鯉マリとともに海に眠っているというのです。価格にしておよそなんと10億円。はい、10億円。はい、大変なことになりますね。まあ上がればの話なので。まさかのちょっと海の底に眠る白い影、もしかして10億円とも言われる幻の恋バリなんでしょうか。すごい、ドキドキしてきた。いよいよ調査開始です。杉浦さんをはじめ全国から調査会のメンバー7人が集結しました。映像を収めるための水中カメラもスタンバイ。地元漁師さんの全面協力のもと、いよいよ出発です。はい、かっこいい。やったー、やっといよいよですね。さっきは隣の船でね。そうです。さあ出港から10分、現場海域に到着です。
カメラさん、ピンポイント教えて。どこですか、ピンポイント。ピンポイント、あそこ。これは現場会議のピンポイントとかさ、これですね。海底に沈む謎の物体、その影はですね、魚群探知レーダーにもしっかりと映るんだ。映っています。ちょっと皆さん、くれぐれも気をつけて。はい、わかりました。バッチリすごいの、はい、発見してきます。はい、はい、上から見守ってます。はい、上から見守ってます。運命の瞬間です。今、次は様と言っていました。さらにジャボーン、もう一人ジャボーン。みんな続々と海の中に入っていきます。うわー、レーダーが反応するポイントは水深およそ40メートル。徐々に漆黒の闇に包まれていきます。もう潜水態勢に入りましたね。さあ何が出てくるんでしょうか。さっきずっと船の上ってこと。もちろんです。今回は私は船の上で見守っています。ちょっと私限界が10メートルぐらいなんで。さあ30分後、杉浦さんが戻られました。どういうところだ。はい、何か発見されたのでしょうか。あ、お疲れ様。お疲れ様でした。はい、どうも。いや、ありましたよ。どうでしたか。ありましたよ。ありましたか。ありましたよ。何が。沈没船ありましたよ。沈没船。ああ、本当に。まさか、まさか北前船のことなんでしょうか。うん、これは分かんない。水中カメラの映像をじっくりと分析してみることに。漁師さんたちも興味津々の様子。それではご覧いただきましょう。まず見えてきたのは、これは船首の部分でしょうか。かなり大きい船です。すごい、うん、そしてこちらが2メートル近くもある巨大なプロペラ。プロペラ、うん、さらに朽ち果てた船内からダイバーが発見したのは懐中電灯。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 あれ、その他電線のようなものも見つかりました。電線。あれ、詳しい分析をしてみないと分かりませんが、どうやら昭和以降に沈没した作業船のようなものと見られます。そうですか。残念ではなかった。まあ多分皆さんがね、はい、お宝って言ったら金銀財宝とかね、小判ザクザクとかね、はい、そういうのをイメージされると思うんですけど、僕らにとってのお宝っていうのはこういうものの一つ一つがお宝なんですよ。でやっぱり歴史をここから紐解いていったり、非常に有益なね事項になると思うんですよ。僕は何も残念があることがなくてですね、うん、やった、やっぱりここからスタートできるんだっていう気持ちですね、僕は。うん、そうですね。だこれからどんどんつなげていきますよ。はい、はい、ぜひとも今後の調査に、はい、期待しています。お疲れ様でした。というわけで、面白い。お宝ザクザクというわけではないんですけども、やはりこれからのね、この日本の歴史を紐解くための貴重な、ね、ものが見つかったかもしれないということなんですね。沈んでましたね、でもね。ね、驚きましたね。見るとワクワクしますね。やっぱりこうね、何があるかわからないからこそ、こう見つけた時の発見というのはやっぱりね、大きいですよね。確かにね。はい、まあ、見つけたのはあの皆さんでね。そうでね。あのちょっと船酔い気味の色のね、ちょっと青い人が上に。同行しましたよ。同行しましたよ。さっきね、カッパ着てずっと上で何してたんですか。見守りましたって、ね、いつ上がってくるのかなと思って。まあまあ今回の調査なんですけども、はい、先週の土曜日、日曜、そして昨日の3日間、珠洲市や地元の漁港から特別に許可を得て行われました。 VTR で紹介した場所はですね、かなり昔から地元の漁業関係者の間では魚がたくさん取れる、網が引っかかるなど謎のポイントの一つだったそうなんですね。まあ、結果的にはですね、潜水艦でもなく北前船でもなく、まあ昭和に入ってから座礁した調査船の何かのこう残骸ではないかということ で魚礁みたいになってんだね今ね。そうなんですよね。あそこで魚たちがねたくさん住んでいるわけなんですけども、今後詳しい分析が行われる予定です。でもね、砂の底からね、網と一緒にクタニヤキとかが出てきたら、うん、そうですよ。ロマンもありますよね。ロマンもありますよね、本当に。そしてですね、まあ、私は今回土曜日のみの取材だったんですけども、はい、その後日曜日月曜日も調査したそうなんですけども、やはり同じような同様な船のこう部品が見つかったということで、まだまだねこれ調査してみないとわからないんですけども、はい、が見つかったということなんですね。最初のね、あの潜水艦が沈んでたっていうのはね、うん、そうなんですよね。実はね、このね能登沖にはですね、潜水艦沈んでいたんですね。1945年、この穴水の海軍学校に戻る途中、珠洲の沖合で E122号魚雷攻撃を受け沈没したと言われています。艦長以下乗組員85人が全員が亡くなったという記録も残っていて、地元にはこのように慰霊碑も残っているんですね。
まあね、私たちもねやっぱりこの今のこのある平和っていうのはこの先代の人たちのこういったね気づきがあってこそなので、やっぱりこういった歴史を知っておくことは大切なことですよね。さあ、そしてですね、はい、来年の7月頃にはこの潜水艦本格的に調査入る予定だということなので、またねこの鈴の海底に残された戦争の歴史記憶を風化させないように杉浦さんたち調査をね続けていきたいと意気込んでいました。次回の調査、もしかしたら私も一緒に潜ってるかもしれません。頑張ってください。はい。意外と冷たいですね、本当に。頑張ってもらう、潜ってもらう。頑張りますよ。はい。というわけで、旬なれ、旬なれでした。お楽しみに来週も。今度タッキンお昼食べるときなんか、今里焼きのなんか、こう食べてるかもしれない。